マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対読売ジャイアンツ、6回戦の模様をお送りしてまいります。カープの先発は右の岡田、対するジャイアンツの先発は日本のエース菅野。この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の岡田、背番号第9、初球を打った菊池、ボールを掴んだ、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリー。投球はこれから3球目、153キロ直球、次は4球目、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、阿部取った、一塁送球、菅野取ってアウト、スリーアウトチェンジ。菅野今日は上々の、追い込まれています。投げた、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、さらに伸びていく、センター見送った、ホームラン、第12号先制ホームラン、これでプロ入り通算400号本塁打となりました。左中間スタンドへ突き刺さった、ストレートを狙い打ち、阿部、ここで記念の花束が贈られます。阿部選手が記録を達成いたしました、おめでとうございます。第4球はストライク、空振り三振、最後は伸びの、第4球は低めの変化球、第7球を投げました、スライダー、見逃し三振、最後は見逃し三振に仕留めました。第9投げました、打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、入った入った、ホームラン、第13号ツーランホームラン、阿部これで2打席連続のホームラン、素晴らしい一発にチームメイトも祝福。追い込んでから投げました、打ちました、フラフラッと上がった、取りました、これで3アウト。マツダズームズームスタジアム第4球を投げました、変化球、空振り三振、菅野この回も素晴らしい。第9投げました、これはいい当たりだ、いったー、一直線、入った入った、ホームラン、第7号ソロホームラン、スタンドへ叩き込んだ、初球を完璧に捉えました、4対0、ジャイアンツリードを4点に広げます。チームメイトが迎えます。第4球を投げました、アウトコース低め、見逃し三振、右バッターボックスは6番ストライクと追い込んだ、投げた、フォーク、空振り三振、第4球を投げました、高め、空振り三振、バットが空を切りました。マツダズームズームスタジオ、第4球は打った、これはヒットになります。菅野これで完全試合、5球は3球目、低めの球、見逃し三振、菅野見事なピッチングです。第4球は外角低め、空振り三振、次は5球目、投げました、高め、空振り三振、軽く追い込んでまいりました、外角スライダー、見逃し三振、菅野3球で仕留めてみせました。投球はこれから3球目、高め、